はい、どうも、こんにちは。こんにちは。ちょっといろいろ挨拶を考えてるというか、悩んでる、されるんです。どうも。というわけで、今日は、というか今回は、また、ちょっとこの間の続きなんですけど、ストリートセッションの、模様をお伝えしていこうかなと。これ、結果は見えちゃってるんですけど、流れっていうのがやっぱ重要なんでね。流れを見ていきましょう。
ですね。なんでまあ、ストリートセッションはね、こうやって、まあ、ストリートセッションに限らずなんですけど、まあ、こういうイベントっていうか、なんかバトルパートじゃないけど、こういうのもね、ちょこちょこ撮っていけたらなと。割と接戦とかになると結構やっぱ見てても熱いかなとか思うんですよね。いやー、私としてはね、やっぱ、まあ今んとこ勝ってるからいいですけど、負け試合とかになったら、うわ、で、構築ミスったとかね。まあスキルとかはもうしゃあないかなと。でもスキルも、やっぱレベルを上げることによって発動率とか上がるわけですから、そこはやっぱ自分のね、努力というか、そうですよね。だからデッキ構築するのもそうだし、まあ、スキルの発動に関しても、もう自分がいかに努力をしてきたかっていうのが、まあね、結果につながるわけです。はい、そんな感じですね。とりあえずじゃあ今回はこんな感じで、終了したいと思います。締めでまくりくれちゃう ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイっす。